住紳一郎の日曜天国。おはようございます。9月3日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日もかなり気温がすでに上がっています。スタジオになります赤坂、現在気温が31度です。ただ午前中晴れますが、台風12号からの湿った空気が流れ込む影響で、早いところでは昼過ぎから雨が降り始め、夜遅くには雷を伴って激しく降る恐れがあります。東京の降水確率、午後 40%、 夜 60% です。今日はこの後雨になるんですね。確かに湿度がかなり上がってきますか。予想最高気温、東京、横浜、千葉で32度、前橋で34度、宇都宮、熊谷で33度、水戸で31度です。明日4日月曜日、関東地方朝から雨、午前中は強く降る時間がありますので、通勤通学注意が必要です。気温は今日と同じかやや低く、各地30度前後に落ち着きそうです。週間天気予報を見て驚いた方多いと思いますが、今週はずっと雨が降りますね。台風12号は現在八丈島の南の海上にありますが、これ以上発達せず、まもなく温帯低気圧に変わる見込みですが、その低気圧が湿った空気を関東地方に送り込む1週間になり、週間予報ではずらっと月曜から土曜まで傘マークが、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川と、ほぼ全域で1週間雨予報という、なんと極端な。そして熊谷、寄居町の皆さん方、耐えに耐え乗り越えてきました30度時刻から、ついに7日の木曜日解放される見込みということで熊谷の最高気温、7日の木曜日29度になっています。たどり着きましたね。同じ日、東京でも29度予想ということですね。木曜日の最高気温がどれだけ上がらないか、ここに注目してみたいと思いますね。30度までいかないとやっぱり違いますよね。そうですね。ただ1週間ちょっとね、雨ということで、月曜日から雨だと少し憂鬱になりますんで ね、 そうですね、少し覚悟を決めて日曜日の午後を過ごしてください。ダムの貯水率ですが、利根川水系9ダム現在が 65% で、先週より1ポイント減少しましたが、大きな変化ありません。今週の雨で少し持ち直すのではないでしょうか。そして今日はプレゼントのお知らせがあります。長らく番組聞いてくださっているという方はもしかしてと思うかもしれませんが、今日が3日で、土曜日が9月の9日ですよね。99が実はあんまり皆さんイベントがないんで意識していないと思いますが、3月3日が、桃の節句で、5月5日が端午の節句で、7月7日が七夕の節句になりまして、9月9日がですね、重陽の節句、重ねる太陽のようで重陽の節句という暦の区切りなんですけども、実はこの9月9日に伝統的に醤油を蔵出ししていたということで、皆さんも知っていると思いますが、ひげた醤油、千葉の銚子にありますが、ひげた醤油がこの9月9日に自信を持って作っている、伝統製法で作っている現場蔵という醤油を蔵出しするんですよね。でこれを、まあ、いわば少し食通と言いますか、違いの分かる人たちがこれを買い求めているということがありまして、私も全然知らなかったんですけども、何年か前に日本料理の研究家の先生、柳原先生っていう赤坂にいらっしゃったんですが、柳原先生にこういうのがあるよっていうふうに教えてもらって、えっ、これはスーパーで買えるんですかって言ったら、いやこれね、スーパーで買えないんだよ、これは工場に予約をすると秋に届くんだよって言われて、そういうものですかって言ってね、もうコンプラ瓶に当時入ってたんですが、今は使いやすく、空気が戻らないあのペットボトルに入れて分けてくださるんですけども、
本当なんか巻物の箱みたいに入ってきますからね、まあ、値段もしっかりするんですけれども、でもね普段スーパーで見かけるヒゲタとかヤマサとかキッコーマンというような大きなメーカーもこういうちょっとね食通向けに実は値段は張るけれどもいいものをということで少し出してるっていうことを知りましてね、驚いてしまいました。驚きました。教えていただいた時、玄米の玄に場は草冠に番号の番と書きまして玄場ですね、そして蔵と書きまして玄場蔵、ひげた醤油、江戸作り醤油玄場蔵、これを10名の方に番組を聞きの方にプレゼントしたいと思います。あの本当に押し付けがましいっていうかね、自慢ばっかりになるんですけれども、本当はこれ5月ぐらいに予約しないと手に入らないんですけども、これ番組がねまだ続くかどうかも分かんないのに5月ぐらいにちゃんと予約してるんですよこれ番組が途中でね、打ち切りになっちゃったら誰かが持ち出しってことになりますよね。そうですね、よかった。今はねひげた醤油さんからわざわざね今年もお使いになるんでしたら10本くらい取っておきますよなんて言って、そんなお言葉もいただいてありがたいことに、皆さん多分毎日お使いになる醤油で十分満足してると思いますけども、いつもとは違う少し作り手が力を込めたお醤油、ぜひねテーブルの上に乗せて何かお使いになって家族の団らんのネタになるといいんじゃないでしょうか。宛先です。お電話の方は03-3584-0954、 03-3584-0954、 ファックスの方は03-5562-0954、 5562-0954、 メールアドレスは日天@tbs.co.jp、 日天の綴りは nichiten で日天@tbs.co.jp です。メッセージにご住所、お名前、お電話番号をお忘れなく。当選者は番組のエンディングで発表です。ひげた醤油の玄場蔵 500ml、 もうちょっと小さいか 450ml 入りかのペットボトルに入りまして、箱に入って届くと思います。値段を言った方が分かりやすいという方のためにお伝えしますが、2000円しますね。なので普段お使いになる醤油のまあ、5倍6倍しますね。ただ千葉の長州の伝統ある醤油蔵が9月9日の節句のタイミングで蔵出しして、それが来週の土曜日でしょ、そして週明けて多分12日の火曜日くらいにはもう宅配便で届くと思いますから、ちょっとね関東に住んでて、まあ全国でも構いませんけど、千葉の銚子の今年一番の醤油蔵出ししてすぐ家に届くって、みたいな、私貴族だっけみたいなね、本当そうですよね、みたいな、あーすいませんなんて言ってね、未経験です、嬉しいよね、まあ、あんまりこういう表現良くないけど、私選ばれてんだっけっていうねやっぱり醤油を使う国に生まれてね、まあ醤油の国の人だからっていうことなんだろうけれど、まあ嬉しいよね。そうですね、っていう感じだよね。そんな世界があるなんて、あどうもありがとうございますって感じだよね、それどうしたんですかなんて言って、いやひげたから醤油が届くんだよね、徴用の節句になるとみたいなことでしょ、あなた何者みたいなことだよね。いいじゃないですか。ぐっと興奮するよね。またちょっとね今年の夏暑かったですから、ちょっとその蔵出ししてすぐのお醤油、ひげたが自信を持って作った醤油をね、まあ、何にかけて食べるのかは自由ですけども、やってみてください。そうですね、だいたい私は冷ややっこかけちゃうんだけどね。いいですね、なんて言ってね、あ食べた瞬間ねおなんつって、秋だななんて言って、いやわかんない、いいよ本当にこれプライドものなので、ひげた醤油が蔵出ししてあんまりいい醤油じゃないってなったら、予約取ってる人全員に連絡してすいません今年は出来が良くないんで、
配りませんっていう連絡が来るんですよ。なんだそうですね。最近だと2013年がそういう年だったみたいですね。なんか代わりにあのヒゲタ醤油のすみませんでしたっていうなんか確か聞いた話ですが、違うお醤油がなんか送られてきたというような話はなんかちらっと聞きましたけど、ヒゲタ醤油営業本部の木村さんに話を聞きましたが、はい、今年は熟成期間の気温がとても高く、もろみ管理に気を使いましたが、納得のいく品質の原バグラができました。特に色が綺麗ですっきりとした味わいに仕上がっています。どうぞよろしくお願いいたします、とのコメントが届いています。へえ、ねえ、2023年の新物の醤油ですね。ぜひ食通の皆さん、ふるってご応募いただきたいと思います。さて今日のメッセージテーマこちらです。私の勘違い。大阪の枚方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やさぐれママさん、女性の方。私は小さい頃、三脚を立ててカメラを使って道で測量をしている人は可愛い子を探して写真を撮っているスカウトの人だと思っていました。わかる、すごくわかる。測量の人ね、ずっとこう聞き覗いてね、棒を持ってね。そうです。声をかけられたらどうしよう。うちのお父さん芸能活動とか絶対反対だし、私も心の準備があるわ、などといらぬ心配を本気でしながら通り過ぎていました。はい、高校生になるとさすがにそういう目的ではない人たちだとは分かりましたが、仕事の詳細は分からなかったので、スカウトの可能性もゼロではないと自転車を漕ぐ足を少し閉じ、背筋を伸ばし、自然な笑顔で通り過ぎていました。全てを理解した40を過ぎた今も、お仕事お疲れ様ですと思いながらも少し笑顔を意識して通り過ぎてしまいます。ねえ、ねえ、すごく同じでしたね。そうですか。私も、髪型を整えて、とっておきの表情で通ってましたね。そう、芸能事務所のスカウトだとは思わないけどなんか写真撮られてるのかなっていう風な勘違いはね、そうですね、わかりますけどね。そずっとね長く覗いてるしね。そうですね、そうです、ね、ああなんて言ってね、ピースなんて感じだね。ピースなんでしたってね。違うのかみたいな。特にほら、あの前通らなきゃいけない時あるもんね。そうなんですよね。そうそうそう、あれがなんかすいませんっていう感じで、手刀来てごめんなさいっていう感じで、こうあれでもそんなにあれなのかみたいな、気にされない、気にしてないから違うのかみたいな、みたいな、私の勘違い、渋谷区の隣人のインド音楽で目を覚ます女さん、26歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ロンドンに住んでいます。ありがとうございます。正規リスナーでなくてごめんなさい。ありがとうございます、ね、結構私がほらあの関東で AM ラジオで聞いている人が本当のお客様で、それ以外の人たちは私は正直、2番手以下のお客さんなんだっていう発言をしたことに対してはすごくなんか皆さん心がザワザワしたみたいで、そうですね、傷ついた方も多かったみたい、傷ついた方が、ね、多かったみたいで、必ずなんか私はあなたの言う正規のお客ではないんですがみたいな感じの書き出しが多いですよね。でも私は関東で AM ラジオで聞いてる人はやっぱり一番のお客さんだっていう姿勢は崩したくはありませんね。そう、まあね、いろんな事情はあるでしょうけれどもね。いろんな事情はあるでしょうけどね。で、最もやめてほしいのはネットニュースに書かれてる放送内容を見聞きして私に意見してくる人がちょっと苦手ですね。そうですね、あれはねちょっとやっぱり放送、テレビ、ラジオ聞いて意見いただきたいなというふうに個人的には思います。そうですね、まあ、いろいろお互い思うことはあると思いますので、仲良くやっていければいいなと思ってはいるんですが。はい、渋谷区の26歳の女性の方ですね。正規リスナーでなくてはごめんなさい。ロンドンに住んでいます。ロンドンからありがとうございます。なんで渋谷の住所が書いてあるんだろう。これは日本に住んでる時の住所ってことかな。でしょうかね。はい、私の勘違いですが、私の父は旅行会社に勤めていて、添乗員として旅行についていくことも多々あります。はい、
小さい時父親が何日か家にいないことがよくあったので、母親にお父さんどこと聞くと天井に行っているよといつも答えてくれていました、はい、私は天井の天井だね、私は天井なんて言葉は知らなかったので、小学校高学年くらいまでずっと父親が屋根の天井に行っているのだと思っていました本当？ただ我が家はマンション住まいで、いわゆる一軒家のような天井はなかったので、ああお父さんはどこのお宅の天井に行ってるのかな今回は随分長いからきっと遠くのお家の天井に行ってるんだななんて思いを巡らせていました小学校高学年でしょ、5年生とかでしょ、おかしくない？テレビで天井のあるお家を見るたびに、この天井にはお父さん行ったことあるかななど思ったりしていました。勘違いが解けたのは、父が今度お父さんが天井に行くところの下見に一緒に行くかと誘ってくれた時でした。私はえ汚れそう汚れが目立たない格好の方がいいかななんて思いながらついていきました。しかし着いたのは普通の観光地でした。あっけに取られながら家に帰り、辞書で調べてようやく本当の意味を知りましたきっとずっと忘れない私の勘違いのお話です。26歳の方、あら、まあ、ねえ、そうか、そうか、添乗員としてお父さん行くんだよって、うん、まあでもちょっと業界用語っぽくね、やっぱり ね、うん、お父さん今週添乗だからっていうと、うんうん、え屋根裏お父さんっていう、ちっちゃい頃から思っちゃったから、ちっちゃい頃からね思ってるからね、疑って、うん、そうか、もうちょっとでもお父さんの仕事に興味持った方がいいよねお父さん旅行会社でなんでよそ様の屋根裏に行かなきゃいけないんだろうっていうね気持ち、一緒に行くかって言われた時に、一緒に行くかって言われて、あっなんつって、うん、汚れそう、蜘蛛の巣なんつって汚れそう、ほこり、ね、文京区の大福丸みかんさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の勘違いですが、豚に真珠ということわざをずっと豚に新宿だと勘違いしていましたことが発覚したのは小学校5年生の塾の授業の時でした、はい、テストの答え合わせで先生が黒板に書いた豚に真珠という文字を見て、え真珠新宿じゃなくてと思わず声に出してしまい、クラス中に恥ずかしい勘違いがバレました。豚を新宿に連れて行ってもいろんな電車の路線が走っていて便利だとか、デパートがたくさんあって何でも買えるとか、そういった新宿の便利さは豚には伝わらないなと思い納得してしまっていましたなるほどね。第一志望には合格しました。よかったです。よかったね、うん、でもそれでもまあ通じないこともないですものね。あその豚に新宿、ね、言葉の意味ね、豚に新宿、うん、えどういうことだから豚さんを連れてっても新宿の便利さとか、うん、あの路線がいっぱいつながってるとかの良さは豚には伝わらないよっていうことでしょ、はい、うん、そうね確かにね、うんうん、言葉の意味的にはね、そうですね、うん、でもおかしいよねおかしいですね、うん、そうねそうね確かにね、うん、だったらえ豚を新宿じゃないそうかそうか分かんないけど、そうね、そうね、まあね、うん、確かに、あでも豚に渋谷でもいいもんね。そうです、そうね、どこでもね、うん、どこでもいいですね、うん、はい、面白いですね。面白いですね。聞き間違えちゃうとね、ありますよね、一回間違えて覚えるとね。立山市のチョコ太郎さん、40代女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の勘違いは17歳までレバーという名前の動物がいるものだと勘違いしていました勝手に想像していたレバーという動物は、はい、黒い毛で角の生えたバッファローのようなイメージで、どこを切ってもレバーなのです。なるほど、ね、あ分かる、なるほど、ね、ちょっとなんかぬめっとした感じね、肉質がレバーなんだ、うんうん、うん、アフリカ水牛とかなんかヌーみたいな感じ、なんか、うんうん、分かる、そうな、ね、うん、高校生の時友達がお弁当に鶏のレバーを持ってきていて、美味しいから食べてみてと言われ、鶏のレバーって何よ、レバーはレバーでしょと返事をしたことにより会話が噛み合わないことで発覚しました、うんうん、友達からは、うん、じゃあレバーってどんな動物だよと言われ、ノートに黒い毛の生えた角の生えた牛のようなものを書き、みんなから爆笑されたのを思い出しました。しばらく私のあだ名はレバーでした。
そうなるね。最高ですね。最高だよね。まあまあ気持ちはね、分かりますね。そういうちょっとしたほころびからね、勘違いが露呈するんですね。そうね。鳥のって何よってね。鳥のレバーって何よってね。そう、勘違いはほら一回強気に出て逆襲されることがないと理解しないから余計辛いよね。なんかね。そうですね。え？なんて。そう。鳥のレバーってあんたっつってね、それでおかしいでしょ、レバーはレバーでしょ、レバーはレバーでしょっつって、なんつって、あんたレバーってなんだと思ってんのって、牛のような動物じゃないのみたいな、みたいな、黒くてさ、さあ、確かにね。新宿区スルメのスメルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。小学校低学年だった頃、連絡帳なるものがありました。はい。それは主に帰りの会で先生が板書した連絡事項を書き写すためのノートでした。はい、ありましたね。ありましたね。帰りの会ね。そう。入学してしばらく経った頃、黒板に書かれた文字の中に私にとって初めて見る表現がありました。明日の持ち物なし。おバカな私はそれを果物のなしと認識し連絡帳に書き込みました。家に帰った私は早速母に明日梨がいるんだってと言って連絡帳を見せました。はい。今となっては母親も察しろよと思うのですが、その後親子で必死になって梨を探し奔走したことを覚えています。梨の産地千葉に住んでいたことが幸いしたのでしょうか、奇跡的に梨を入手しましたが、今度はランドセルに入れることができません。これも今となっては手提げ袋に入れればよかったのにと思いますが、その時は真っ二つに割った梨を袋で包みランドセルに入れて学校に持って行ったのでした。しかし当然午前の授業が終わっても給食時間が終わっても梨のお呼びがかかりません。私でもなんとなく空気を読むということはできましたので、自発的に梨を出したらダメなのかもしれないということは分かりました。その後梨をどう処理したのか覚えていませんが、初めて否定の意味である形容詞終止形のなしという言葉をマスターしたのでした。当時ないという言葉は知っていたんですけどね。そうか、ひらがなでなしって書かれたらないって言われたら分かったんだけど、そうか、そうね。じゃあ先生は明日の持ち物っていう欄のところに何も書かなければよかったね、多分ね。なしという文字があるって思っちゃうね、結構ね。そうですね。なかなか、深い哲学的なことになっちゃったね。そうですね。確かに、般若心経みたいな感じだね。そうですね。なしがあるっていうね。福島市の森の行き来さん、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の頃テレビの競馬中継をたまたま見ていた時のことです。はい。競馬場の大型スクリーンにレースの結果が映し出されたのですが、目に留まったのは首というワード。着差を表す言葉ですが、そうね、首の差とか鼻の差とか言いますよね。はい、首差、着差を表す言葉ですが、当時の私は蚕の方の首と勘違いしこの馬は今後どうなるのか、ちゃんと食べていけるのだろうかと無用な心配をしたのを覚えています。確かに、面白いね。そうですね。刺激的だもんね。そうね。首なんて、ね、あんまりね聞かないもんね。はい、そうね。馬はね首とか頭とか鼻が長いんでね、やっぱり着差は首の差とかね、鼻の差とかね言ったりしますもんね。競馬はほら専門用語が出てくるからね。勘違いする時多いですよね。前ほら競馬の情報が書いてあると、だいたいジョッキーのところに56とか54とか55っていうのが書いてあって、やっぱりジョッキーっていうのはベテランじゃなきゃ務まんないんだなって言ってね、ずっと思って、やっぱり50代後半ならないと一流にならないんだななんて言って、でも結構ピークが終わるの早いんだななんてね、もう58以上の人見ないなんてね、40代でいてもいいのかみたいな感じがするね。ずっとね書いてあるもんね、戸崎啓太57、ルメール56、内田博之56なんてね、56歳ばっかりだなんてこれ体重なんですよね。そうなんですね。そう、体重が書いてあるんですよね。そうなんですよね。面白いですね。皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は0335840954、ファックスの番号は0355620954、
メールアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten@tbs.co.jp です。抽選で10名の方に江戸造り醤油現場蔵、5名の方に日天皇と、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカード、甘酸っぱいは体にいいをお送りしています。今日のテーマは私の勘違い、皆さんからのメッセージお待ちしています。日天お出かけリサーチ、柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。上野の東京芸術大学で一昨日から開催中の学園祭芸祭2023をご紹介します、はい、実行委員長の高尾珠樹さん、副委員長の萩原里乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は4年ぶりに地元の商店街ともタッグを組んでの本格開催ということですが、芸大生にとってやっぱり芸祭って大事なイベントなんですよね、高尾さん。はい、とっても大事なイベントで、私も含めもう芸祭がやりたくて芸大に入ったという人もいるほど本当に大事なお祭りになってます、はい、学生のみんなは人の皆さんの前で表現できる機会が少ないので、こうした機会がとっても貴重なイベントで、はい、あります。あとは実行委員のみんなはもう去年がの芸祭が終わった日から1年かけて準備してきたので、もう本当に熱い思いが込められています。はい、嬉しいですよね。そして芸祭の名物というとサンバと巨大みこしと聞きまして、今巨大みこしが3基展示されている中庭に来ているんですが、ちょっと説明しますと、まず本当に大きさ巨大です。おみこし以上ねぶた未満という感じなんですが、デザインも自由で、一つ目はクジラの骨格のおみこし、もう国立科学博物館から持ってきたんじゃないのってぐらい本物みたいなんですよ。もう一つは日本刀と番傘を背負った大きな猫、もう動き出しそうな迫力です。そしてもう一体が、狛犬2匹をもうデザインしてるんですが、こちらは彫刻家が入っているチームが作っているということで、もうたてがみとか口の中の舌や歯、とにかく精巧に彫ってあります。まあ、担ぎ棒こそついてますが、もうおみこしというよりは映画のセットみたいですよね。これ萩原さん、何人がかりでどうやって作ってるんですか？そうですね、こっちのみこしは、音楽と美術の学部学科を全部ミックスした4チームが1機ずつ作ってます、はい、で芸祭一番の目玉とも言われてるんですけど、芸祭の初日にその音楽と踊りも合わせたおみこしパフォーマンスっていうのをして、その出来栄えを競うっていうのが毎年行われてます、ね、あ、それ気合い入りますね。で1チーム100人くらい、音楽と美術ミックスして100人くらいで、1ヶ月もひと夏全部かけて制作してて、やっぱ追い込み時期8月の終わり頃になると、もう始発で来て夜まで作業してっていう、みんな大変なみこし作りになってます。お二人は音楽学部ということですが、今言ってましたね、おみこしは美術と音楽の学生一緒に作るということで、やっぱり芸術家の卵の集まりですから衝突しませんか？いや、衝突もめちゃくちゃします。喧嘩になったりとか、特に美術と美術、音楽と音楽とか、自分の分かる範囲だと自分のやりたいことでぶつかってしまったり、イメージが違ってぶつかることもあるんですけど、美術と音楽に関しては逆に知らない範囲を知ることができて学びにもなって、あとは交流の場でもあるので、友達やカップルができることも多くて、そういう点では芸祭マジックと言われるような、そんな、まあ、友達作りとかもあります。羨ましいですね。巨大みこし、正午からは一機がサンバ部とともに上野の街を練り歩くということですが、これお祭りの後はどうなるんでしょうか、萩原さん。そうですね、せっかく作ったおみこしなんですけど、やっぱ大きすぎて大学では保管できないので、買い手を探して売ったり、あとは寄贈したりっていう感じになってます。で今年は2週間以内なんですけど、期限内に買い手が見つからなかったら取り壊しってなってて、やっぱりひと夏全部かけて作ったものを壊すのは悲しいので、みんなそのおみこしにゆかりのありそうな博物館とかに必死で営業の電話をかけたり毎年してますね。里親探しみたいな感じですね。そうですね。いいとこに行くといいですね、おみこし。
芸祭今日が最終日で、各所で作品展示やコンサートなどありますので、公式サイトでご確認ください。音楽学部の人たちもやってるって知りませんでした。高尾さん、萩原さん、それぞれ専攻何なんですか？専攻は音楽学で、学理科というところに所属してるんですけど、はい、楽器も弾いたりして、私も萩原もピアノを弾くことができます。そうなんだ。そうですね、2人とも学理科で普段は一緒に勉強してます。それがあれでしょ、彫刻とか油絵の人たちと一緒にやるんでしょ？そうですね、やっぱり芸祭って美術学部の人と関わる貴重な機会なので、うん、はい、みんな友達作りだったり楽しんでます。いいことばっかりじゃないでしょ？いや、でも今3日目なんですけど、うん、やってみて本当にたくさん友達ができて、はい、いろんな人となんか挨拶交わすだけでも、この学校来てよかったっていうふうに思ってます。うん、そうですか。はい、はい、高尾さん、萩原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は東京芸術大学の芸祭2023を紹介しました。時刻は10時41分です。さばいて日展、今朝の担当、若林優子アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは先月8月29日火曜日、ジャニー喜多川氏による性加害問題について、外部専門家の再発防止チームが調査報告書を発表しました。同じく火曜日、福島第一原発の処理水をめぐり相次ぐ中国からの嫌がらせ電話、31の都府県で警察に相談が寄せられていることが分かりました。31日木曜日、西武池袋本店がストライキを決行、百貨店でのストは61年ぶりのことです。同じく木曜日、藤井聡太七冠が8大タイトル独占をかける将棋の王座戦5番勝負第1局は永瀬王座が勝ちました。おしまいは月が変わって昨日9月2日土曜日、男子バスケットボールのワールドカップ、日本はカーボベルデを破りパリオリンピック出場を決めました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、部長課長と呼ばないで。皆さんは会社で上司や先輩、または部下を呼ぶ際、どんな風に呼んでいるでしょうか。役職で呼ぶ方、また部下を呼び捨てにする方もいると思いますが、今年次も役職も関係なくさん付けで統一するという会社が広がっているんです。例えば農業機械大手の久保田、以前はメールを送る際に〇〇部長殿と肩書きに殿までつけるということが暗黙の社内ルールだったそうなんですが、これを一新し去年からはさん付けを推奨しています。重工大手の IHI はもう一歩踏み込んでルール化しています。役職呼びをやめて、社内では上司部下関係なく〇〇さんと呼び合うことになったそうです。こうしたさん付け文化はお役所にも広がっています。今年4月にルール化したのは栃木県庁、そのトップである福田知事も職員から福田さんと呼ばれています。ではなぜ急速にこのさん付け文化が広がっているのでしょうか。背景には3つの理由が見えてきます。まずは1つ目、これが最も多い理由なんですが、社内の風通しを良くしたいというものです。必要以上の上下関係を生まないように、若手の離職率の高さ対策の一面もあるということです。でもう1つの理由は働き方改革。最近兼業や副業の解禁で社外の人も入り混じって仕事をするようになりましたので、肩書きや呼び方で混乱するのであれば、もう最初からみんなさん付けにしてしまおうという理由ですね。そして3つ目、肩書き長すぎ問題です。最近職場にやたらと肩書きの長い方増えていませんか？みんな長くなってるよね。ね、うん、CEO でしたり CFO というのは最近よく聞くようになりましたけれども、その他にも例えばエグゼクティブエコノミストだったり、シニアリサーチフェローとか、あと課長代理補佐、長いしなんか違いもちょっとよく分かんないかもなみたいな、だったらいっそもう全員さん付けで統一しちゃおうという合理的といえば合理的な考え方です。ちなみに TBS ラジオで最も肩書きの長い人を去年の社員名簿で調べてみました。はい、その肩書き読み上げてみます。 UX デザイン局 UX プランニング部兼ニュース
部兼 UX ビジネス局、 UX デザイン局、 UX プロデュース部兼経営企画局、川原正文氏知ってる人だそうなんですこの番組のね前のプロデューサーの方なんですけれども川原さんちょっと長すぎますよね。肩書き52文字あります。へで川原正文氏って紹介したはい正文さん、はい、ちょっと番組を離れてね長い肩書きの方になっていましたけれども、はい、肩書き同様、はい、ね、うん、会社員生活も迷走していますとのコメントが寄せられました、うん、鉄板芸ね、はい、さあなぜこの肩書きというのは長くなってしまうのか、日本の企業事情に詳しい名古屋市立大学岡本博之特任教授によりますと、失われた30年、肩書きも失われたからということなんです。長引く不況で営業所の数も激減してしまい、年功序列で与えられていたポストが足りなくなった。そこでなんちゃら代理とかなんちゃら補佐などを新設して社員の自尊心を刺激しているんだと言います。で、先駆けは IT 企業なんですが、英語を混ぜることで日本人特有のエリートイズムを刺激できるというのも各社気づいたのも理由にありそうです。 TBS ラジオの場合はこの後者の理由ですかね。 UX ってなんだっけ。 UX というのはユーザーエクスペリエンスということで、ユーザーエクスペリエンスね、はい、ラジオを通して皆さんに体験をしていただきたいみたいな思いが込められているようですね、はい、さあまあ、ここまで見てきまして、このさん付け文化、うん、これも時代かなと思う反面、ね、学校なんかでは全員さん付けとかいうところ多いもんね、はい、年齢男女関係なくという流れがありますけれども、はい、このまま日本企業の文化が塗り替わってしまってもいいのかという部分から見ていきます。最後にこんな意見です、はい、経営の神様松下幸之助さんの元側近で経営者である江口克彦さんが著書である正統派リーダーの教科書の中で企業に広がるさん付け文化を一刀両断しています。さん付けで呼び合う会社はその後倒産するか衰退、それ以上は発展しないと。ちょっとヒリヒリしますけれども、その理由というのは役職の重さを感じなくなるからだそうです。さん付けで呼び合うことで先輩に対する意識も敬意も希薄になる。また役職に対する責任も誇りも薄れてしまう。そもそも本来偉いから部長など役職で呼ぶんじゃなくって、あなたは部長としての責任がありますかという意識を込めて役職で呼ぶんだということなんですね。どうでしょうか、いろんな考え方がありますけれども、職場で広がるさん付け文化、業績にも影響を及ぼすのか、結果が出るのはもう少し先になりそうですね。企業やその団体の、ね、カラーがありますからね、うまく回るといいですね。若林優子アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アシリラシートのコマーシャルの後ですが、横浜市の張ヶ谷英二さん57歳男性の方からの勘違いです。お、自分はウォーキングやランニングをよくするのですが、何年か前にふくらはぎを痛め、ふくらはぎのサポーターを購入して使用していたことがありました。ふくらはぎのサポーター、ある時ふとそのサポーターの上部裏側に L の表示があることに気づき、このサポーターには左右の違いがあったのか、さすが、ふくらはぎの左と右の微妙な形の違いを作り分けているなんてすごいと、以後 L は左足に、そしてもう片方は右足に着用し、ぴったり、フィット感が違うと、その使い心地に惚れ入り、ランニングやウォーキングを楽しんでいました。ただなぜかいつも装着するとき最初に L を選ぶことが多く、 R を選ぶことがないのです。まずは左足から装着して、もう片方を右足に。なるほど、ね、そのうち最初に L を選ぶのが100発100中であることに気づきもしやと思い、もう片方の表示を確認すると、もう片方も L だったのです。ただまだ気づかずに、ああしまった、俺は左足を2つ買ってしまっていたと頭を抱えましたが、すぐに自分の勘違いに気づきました。 L はサイズのことでしたね。そりゃそうですね。終わり。わかる。面白いですね。ね、そう、 LR でね、思っちゃったよね、思うよね、はい、そう、あるよね、
L と R ね、うん、探すときあるよねなんかね、うん、11時台にまたメッセージ紹介してまいります。安住紳一郎の日曜天国、噂をすれば影が差す、シリアの首都はダマスカス、覆面レスラーミルマスカラス、元気に放送のどカラス、 TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト渡辺恵里さんをお迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです、渡辺恵里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は赤いブラウスで、やっぱり恵里さん、はい、赤似合いますね。なんかねこれの体温がパッと上がるでしょ、自分の、はい、そうやる気が出るので、うん、それでこういうだから勝負服とか言うんですかね、オレンジ色ですけど ね、はい、失礼しました、はい、最近はもうずっと部屋にこもって、ガラスの動物園の上演台本を書いてるんですよ、はい、ずっとこうやってパソコンに向かってるんで、こう目もチカチカして口もよく回らないんじゃないかと思って、今日すごく不安があってきたんですけど、よろしくお願いします、はい、人と会ってないんで喋ってないんで最近。いやめちゃめちゃ喋ってますよ全然何のブランクも感じさせない。大丈夫ですか、うん、よろしくお願いします。むしろもうだからなんか恥ずかしいみたいな、人と会うのそうないですか、まあ、ずっとこもって書いてると、ね、ちょっと久しぶりに外に出て、そうなんですよ、うん、で資料とずっと何冊も読んでますから、はいはい、目もこうなっちゃって、まあ、こうなっちゃったって分かんないですけどね、うん、よく見えますけど、これ白内障の手術もしたから。ああそうだ、白内障の手術されたんですか。2ヶ月前に。あもうすごいですよ、もう見えちゃって、視界がクリアになって、視界がクリアになっちゃって、はい、だからテレビが故障したとずっと思ってたんですけど、はあ、全然故障してなかったの、自分の目が悪かったの。あそうですか。それぐらい、それぐらい曇って曇ってたんですね、今まで。またでも普段気にならないものも見え始めて、少しこう、だから掃除が大変ですよ、はあ、もううち田舎帰った時にカメムシの死骸とかがいっぱい見えちゃって、今まで全く見えてませんでしたから。山形のご実家、でうちももう本当にあの風呂場の隅のほこり、はい、こんなにあったのかと思って、うん、3時間ぐらい掃除しちゃって何もできないみたいな日々になっちゃっていやでも綺麗になってよかったじゃないですか。よかったですけどねさて渡辺恵里さんですけれども、はい、地元山形に8月お戻りになられて、はい、花笠祭りですね、久しぶりにということで、よかったですね。いやね、5年間あのみんな外に出られなかったんですよね、はい、お祭りもできなくて。あお祭りもずっと。そうです、あのコロナだったから、はい、だから戦時中と一緒ですよね、ほら、うん、お祭り禁止みたいでずっとなって、はい、それがバーッと発散して、すごかったですね、はい、で出汁の上で、まあ、去年もやったんですけど踊らせていただいて、はい、でその私の出汁の前で、友達が70人、知り合いの人が70人、それで渡辺恵里と踊ろう会っていう夢見る力の会っていうのがあるんですけど、その連が渡辺恵里さんのお仲間の連なんですね。そうなんです、あの申し込むんですね、はい、それで申し込んでその大丈夫だっていうと出られるんですよ、うん、一般の人でも出場枠があって、出場枠があって、まあ、渡辺恵里と踊ろう会っていうので70人、だからね3ヶ月ぐらいみんな練習して踊ってるんで、うん、はい、切れ味がすごかったですね。ああそうですか、本当に。それでもう沿道からもほらあの、うん、関西の人とか元気でしょ、はい、みんなこう東北のお祭りに集まってもらって、はい、それで私が踊るとエリちゃんとかって沿道から声がかかって、出汁の上にだって乗ってんすもんね、出汁の上で。それでずっと踊って、もう次の日筋肉痛で動けなくなるぐらい踊っちゃって、はい、いやそれは地元の人喜びますよ、だってエレクトリカルパレードみたいなもんでしょ、だって出汁の上にだってさお姫様やミッキーマウスが乗ってさ、それが踊ってる感じですよ、うん、そうですよ。でジャンプしちゃったりして、で後ろで生の太鼓をやる人が太鼓でこう上半身裸でファーッとこう、ごめんなさい、玉の汗でこう踊ってるわけですから、あの太鼓でね。それでこの間ファンレターが来ちゃって、2歳の男の子から、それでお母さんが代わりに代筆してるんですけど、その2歳の男の子が私のことが好きになっちゃって、エリちゃん、エリちゃんと会いたいって言って、もう最後までついてって号泣しちゃって泣き止まなかったんだって。でその子供に写真を送りましたけどね、はい、エリちゃんを応援してねとか書いて返事を。花笠音頭のエリちゃんを見て大ファンになっちゃった。なっちゃった、生まれて初めて見ちゃった。だからドラえもんと間違えたかもしれない、だから出汁の上にいるからもうなんかそういうねキャラクターみたいな感じで、だからかぶり物してないのにしてるように思われたんでしょうね、うん、いやそこまでは言ってないですよ誰もよくドラえもん、あの子供に好かれるんですよ、本当に。
ドラえもんか渡辺エリカみたいな、ね、そこまで、ねね、一目惚れしちゃったんですね。じゃあちょっとねあれだよね、劇団の練習のお稽古のね現場とか行ってエリさんがね怒鳴り散らしてるとこ見ればいいんだわ。やめだ今ね昔と違ってもう演出の時そうですかありがとうそれでいいんですよみたいな、そういう演出ですよ。もう失礼しました。昔じゃないんですから。ごめんなさい失礼しました。もうパワハラで訴えられますよ。すいません失礼しました改めて渡辺恵里さんのプロフィールです。1955年昭和30年山形市のご出身です。18歳で上京し23歳で劇団三重丸を立ち上げます。1998年ゲゲゲのゲで岸田邦男戯曲賞を当時最年少の28歳で受賞。劇作家、演出家、エッセイストとして活躍され、さらに俳優ではおしん、シャルウィーダンス、アマちゃんなど数多くのドラマ、映画に出演しています。これは私は世の中の人に声を大にしていたいんですが、渡辺恵里さんというとね女優のイメージが強いですが、実は実は自分で18歳で上京して23歳で自分の劇団を作って、そして脚本を自分で書いて演出して、そして劇団の運営して、そして劇作家協会の役員やってっていう、もうなんですかマルチプレイヤーじゃない。いやだから本当に忙しかったです、今思っても、うん、はい、でこの間山形に帰った時に母校の山形西高の演劇部の人とワークショップやったんですね、はい、後輩の皆さんと、でもう孫よりも若いような世代でしょ、うん、はい、でその時にみんな私が岸田戯曲賞を受賞した時の映像を山形放送テレビで撮ってあって、はい、それ見たんですよ、すごく若くて27歳の時に、そうでしょう、最年少 で、野田秀樹さんもその時の同時受賞だったんですけど、自分でもちょっとびっくりしちゃった。その こうやって頑張ってきたんだなと思って、今68になって27、8ですから、はい、何年前ですか、40年前か、はい、でその高校生とゲゲゲのゲの一部分をワークショップでやったんですよ。ゲゲゲのゲをやったんですか。やったんですよ、そしたら2日間のそのワークショップで上演できたんですよ、一部分、子供たちというか高校生に、西高と、はい、あと和田拓磨さんって次出て、はい、あの山形市出身の人に若槻源氏の役をやってもらって、やったら発表できちゃって、だからまだ全然古くなってないと思って、テーマが、じゃあこれにあの70過ぎてから山形でこのゲゲの芸をやって、でそれを東京に持ってこようって気になりましたね。いやぜひやってくださいよ。エリさんの一番の夢は山形から発信する演劇と映画を作りたいってことですね。それをずっと思ってて、それで68でしょ、だけどやっぱり自分が68ってこう思ってないから、こういろんな夢をどんどんこうやろう、実現しようと思ってたんですけど、考えたらやっぱりおばあさんなんですよね。いやいやまだまだ、なんか昔、ちっちゃい時に68ったらすごいおばあさんだと思ってましたから ね、だから今こう喋れてものが考えられる間に夢を実現したいな、でその夢ででもほら世界平和が一番の夢ですからね、それが実現できないけども、とにかくコツコツと頑張りたいっていう感じですね。今海外だと何人かいますけど、女性で演出作家劇団の主催やってる人ってまずいないですよね。いないですね日本では。ドイツ人にいるんですよね、あのあれの映画のほら主演したなんですバグダッドカフェで太った女の人が出てましたよね、あの人が役者で劇団の座長で作演出家らしいんですけど、あとなかなか日本では、あ桑原優子さんもそうかな、木野花さんもそうですか。木野さんは書かないんですよ。あ書かない、劇作家じゃないんですね。劇団主催していても、劇団も主催してないんですよね。立ち上げたのかな、立ち上げていろんなみんなで作って、それですごい演出をなさる人ですから。そうですか、演出と役者ですよね。なるほど、だからそう考えるとこうドラマとか映画見て女優俳優としての渡辺恵里さんとか木野花さんしか知らないと、やっぱり実際にね現場で一緒になると、まあいわばそのバリバリの仕事人だから、もう打ち合わせなんかで私たちなんかもうぺちゃんこにへこまされますよね。いやいや、仕事来なくなるじゃないですか、そことばっかり。いやいやいやイメージがさもう怖いっていうイメージがもうさ、あるともう気軽に頼まれなくなっちゃうもんね。あとさ演劇人って貯金がないじゃないですか、毎回全部使うから演劇に、だから老後の資金がないんですよね、自分に自分の蓄えたものを一度一度その、だから
永遠に死ぬまで働かないと生活してできいかないっていうそれがスターと違うとこね、はあ、映像のほらスターさんだったら貯金がいっぱいある、あるわけでしょ、まあそうですね、だからその印税で食べられるとか、はい、そういう感じじゃないので、うん、これから自分が倒れちゃう芝居もできませんから、うんうん、他の人たちも、はい、倒れちゃうからそこをなんとかしようと思ってますね。興行収って感じですもんねやっぱりね。 それが一番、プロデュースが一番大変ですよね。そして行動力ですよね。私はやっぱりあの話ですね、山形の山形西高の高校生だった時に大好きだったタイガースが引退するとで自分の住んでる山形にはフジテレビ系の放送局がないからなかったです当時。だからタイガースの引退コンサートが山形県民は見ることができない。そしなので日本テレビ系列の山形の放送局行ってフジテレビのその番組をぜひクロスネットで放送してくれって直談判しに行くんですよね、はい、署名運動、つげはるみちゃんと一緒にそれで署名をあの時何万人何千人でそれを持ってったんです、山形放送テレビに、はい、そしたらもう1月少し遅れてですけど、実際は1月24日にその解散コンサートがあって、はい、それ放送になったんでしょ、うん、生で、はい、でその少し後に山形で放送になったんですよ、うん、でそれを見ながら号泣しちゃって、はい、それでずっとギャーとかって言ってたから、はい、母ちゃんがもうね私がもう病気になったと思ってもう救急車呼ぶぐらいの騒ぎでもう泣いてましたから。だってそれ家のお茶の間でようやく見ることができた、ね、実現させてね。だってもうタイガースったらもう青春のすべてみたいなところありましたから、うん、わかりますけど、もうずっと若いですし、うん、はい、キャーってそれで山形でその、うん、来ても見に行くのは中止だったんですよ。つまり髪の長い人は当時もう不良だって言われてる時で、風紀を乱すなそうで中学校の時に山形県営体育館に来たんだけど、はい、行ったらもうあの定額になっちゃうんですよ。なるほど。で行けない。映画も見たら定額になっちゃうんですよ。だから映画も見れない、コンサートも見れないってずっとあって、でそれ解散されちゃったんですよ、もう見てないうちに、はい、どれだけのもんかもで、それで見たのがもう解散コンサートですから。そうですね。だって山形にはタイガースを見るために転校した人もいるんですよ、うん、あ、山形に住んでたら見れないから見れないから転校して、あの東京の高校に入ってでタイガースを見た人もいるんですよ、一人暮らしをしてっていうぐらいの熱狂的なファンのいる時代ですから。グループサウンズタイガース人気ですよね。沢田研二さん、沢田研二さん、でもねびっくりしたのはそれ誰も知らないんですね。あのラブラブラブとか必ず歌あるでしょ、うん、はい、タイガースも最後に歌ってジュリーが歌う、それ知ってます？いやわからないです。ほらだから本当にこうやってか、うん、本当に少数の人間なんですよね。そんなことないですけど、やっぱり世代が違うから。サンドウィッチマンも知りませんでしたからね、ラブラブって歌を。へえ、ごめんなさい、ほら誰も知らない。ちょっと聞いてみます。誰も知らないよ、うん、だからあのアングラ界演劇も誰も知らない、ザ・タイガースも誰も知らない、そういう本当に少数の人間なんです、うん、少数派の人間だったんですね。むしろその渡辺恵里さんの行動力に驚きますよ。本当にひれ伏しますね。高校生でそんなことできる人いないですよ ね、 いないですね。切羽詰まってた。だっておとなしい人間で人と口の聞けない人間でしたから、いやいやいや、それがやったわけですからね。あとあれですよね、あの高校の演劇で役に合った少しちょっとこう体の線が出るような衣装をカーテンのレースかなんかで作ったら卑猥だなんて言って先生に。よく覚えてます。いや好きな話、それはあれなんですよ、母の愛ですよ、あの、青い鳥の、はい、それを山形県民会館でやったんですけど、うん、はい、その時にうちの母ちゃんに、はい、そのレースのカーテンで母の愛のドレスを作ってもらったんですよ、うん、はい、それで当時エリザベス・テイラーが母の愛の役をやってて、うん、はい、あれと同じのを作ってくれ母ちゃんっつって、はい、母ちゃんが作ってくれて、でこの胸の谷間が見えるのでこう出ていったら、うん、その投資をね、はい、あの先生たちに見てもらう日、うん、そしたら内容のことを言わずに服装のことを言ったんですよ。それどうですか、うん、胸とか見せちゃいけないって。まあちょっとそういう時代だったんでしょうね。だから先生がたちがエッチだからそういう発想なんだって私は怒鳴りましたけど、うん、怒鳴ったんですよ。でもそこのシーンカットになりました、カットになっちゃって、本当に苦しい思い出です。いやいやさすがね、投資でしょ。そうですね、そうですね、先生にさ、うんうん、その服装はちょっとね空気を乱すからやめたまえ渡辺くんなんて言われたら、先生方がそういう気持ちで見てるから。だって女子校ですよ、女子校、うん、先生だけでしょ、うん、変なこと思うのは。そうですよね、ひどいよね、うん、本当に今思っても頭に来ちゃったごめんなさい、すいません、ちょっと変な話振っちゃった。役で見てないんだもんね、その人、うん、母の愛だよ。だって本当ですよね、うん、いい
エリさんのねそういうあの怒りの感情から出るね話大好き、うん、そうですねそうそうパワーがあとついでにあのロミオとジュリエットの腹立つ話あのロミオとジュリエットが依頼がすごい来るんだけど、毎回ジュリエット役じゃないって言ってものすごい怒ってましたいやいやいや今度こそウバあのいい役なんですよ、うん、その多分ウバの役、はいはい、でも若かったから、うん、やっぱりなんかジュリエットやってみたいって気はするじゃないですか。そうですね、それで蜷川幸雄さんから、はい、あの文化村のところの喫茶店に呼び出されて、うん、それであの出てくれないかと、分かりました何の役ですか、うん、いやロミオとジュリエットのウバの役なんだよってから、うん、どうしてジュリエットじゃダメなんですかって言って蜷川さんが絶句しちゃってそのパターンをだって演出が変わって 4回ぐらいですか。4回ですよ。あと木村勲さんって、うん、あの木村光一さんってすごくもう有名なすごい人から言われて、それで、はい、えジュリエットですかって言ったら、うん、いや僕あのウバの役がいいと思うんだよって電話で言うから、はい、えジュリエットは誰なんですかって、うん、島田果歩さんなんで、うん、5つしか年違わないのにどうして私がウバなんですかみたいなことを言っちゃってあとイギリスの演出家でそれがジュリエット役が長野さとみさんだったんですよ、はあ、それも5つしか違わないのにみたいな話じゃないでしょそれでもうだから4回ぐらい乳母の役断ってますよ。それで木村光一さんにはえその乳母の役っていうのは杉村春子さんやりましたかって聞いたら、うん、いや杉村さんはやってないね、じゃあいい役じゃないんじゃないですかなってそこまで言っちゃったりして、でもとても面白いいい役なんですよ。だけど、まあ、そりゃいろんなそこでそうやって、うんそううん、どうしてもなんかそのジュリエットの役を太ってて声の低い人でやってもらいたかったっていうのがあって、うんね、ギャーギャー言っちゃって、だから全然それ以後誰からも頼まれてませんよもう、本当にそんなことばっかり言ってるから、いい話でしょすごく好きですね、うん、でも本当エリさん娘さんのお役も本当に上手で、私おそめよ太郎を見に行きまして、あ、やめてください、すごい可愛かったです、うん、本当にすみません、はい、あれだって16歳の役でしょ、うん、それ、ま、マジですかってプロデューサーに聞いたんだもん、それで声を地声一回も使わないでやったなんて、そんな人私だけですよね、全部そうですかってこの声でやったんだから、歌舞伎の女方じゃないんだからさ、本当にそう見えました。渡辺さんに気に入られようとするのやめてもらっていい？俺なんかそのロミオとジュリエットの話昔一番最初に聞いた時にすごい大笑いして、はい、そりゃそうですよって言ったらマジで怒られたんだ安住くんとかそういう固定観念で話すのやめてくれないなんて、ね、誰がジュリエットやるかなんてさなんて違うタイプの人間が演じてこその本当の芝居っていう仕事でしょなんて言われて、まあ、イギリスでジャジャ馬ならしとかをもうハスキーで太った人がやったりっていうその時代だからそれが面白い、それを言ったんですよ。でも今はまた保守的になったから絶対若くて美人しかやりませんよ、もう逆に今はね、もう老人ホームでやるしかないですよ、もうジュリエットやるとしたらもうでもどうしてもやりたい、いやもうね、やっぱりいや見たい見たい、あの、うん、でもハムレットとかそういう役がやるんです、逆に、うん、あそうですか、もうこれからは性を超えて、うん、バーッと縦板に水みたいに喋ってる役を女性がやるっていう時代ですから、うん、もう役の性別だってリトルマーメイドも有色人種の人も全部やるわけですから、はい、そうですね、そういう時代ですから、うん、今はもう普通にできると思いますよ、うん、もうおばあさんがジュリエットやるとか、まあ、解釈は変わるでしょうけどね、うん、そういう時代だと思います。さて今日お話しいただくテーマこちらです。渡辺恵里の自分語り、まずは一気に紹介します。その1、家に20人。その2、財布に13円。その3、見たくないものが見える。以上の3つです。1つ目ですが、家に20人、これはお父さんお母さんのお話ですよね。これあの私が生まれた時にあの母の実家で暮らしてたんですけど、はい、うち その祖母が、はい、あのこう旦那さんが近衛兵だったんですけどね、はい、それが亡くなっちゃって、あの結核で早くに、はい、それで一人で実家に戻ってきて生計を立てるために和裁を教えてたんですよ、はい、だから生まれた手の赤ん坊の頃からうちに必ず20人ぐらいの若い女性が、はい、和裁を祖母に習いに来ていまして、お裁縫のお弟子さんがずっと、そうなんですよ、でずっとうちにも大勢がいるっていう、その暮らしだったんですね、で自分がもうその日光浴させてもらったり、いろんな人に見られながら育ったんで、なんかそういう人がいて自分が見られてないと落ち着かないような性格になっちゃったなって、こういう話なんですね。いやでもやっぱりなんか小さい時から親とか家族以外の大人たちと交わってると社交性っていうか、なんかこうこれが受けるんだとかサービス精神が養われますよね。だから本当すごくサービス精神が、
発達しちゃってこういう感じになっちゃって、だから可愛いできっとね、そうなんですよ、で褒められたり可愛い、そうですよね、しょっちゅう言われてたんで、だからニコニコしてはっみたいな感じになっちゃって受けを狙ったり、いいじゃないですか、いいですね、なるほど、でなんか歌うとさ、エリちゃん歌うまいとかって褒められちゃって、うん、あ歌うとみんな笑ってくれるのかって歌ったり、芝居をするともう本当にね嬉しい顔してくれるから、やっぱ人が苦しそうな顔を見るのが昔から嫌いで、笑顔が好きだったんですね、だからついついあのコメディアンヌみたいな感じでなっちゃいましたね。あとはお父様が文学青年 でずっとエリさんが東京を来た時にご両親が毎日手紙くださったんですよね。そうなんです、毎日毎日毎日です、もうポストに届く、ポストに、それであの下宿してたおばあさんに、はい、それが足の悪いおばあさんで、はい、もう手紙をよこすなって言ってくれ、手紙が来すぎるって言われちゃって下宿のおばさんがもうエリさんの家に届けるの面倒くさくなって それが嫌だからって、うん、マジで怒られちゃって、はあ、東京ってなんて冷たいところだろうと思いましたもん ねいやでも言葉の例えで毎日手紙来るっていうのは言いますけど本当に毎日来たんですよね。毎日来てます。でこの話ひどいんですよ、で当時18歳でいろいろ忙しかったから親の手紙開けてないのがあって それがまだ家に残ってるんですよね。そうだから段ボール3つぐらいあってそれで去年ずっと整理したんですよ、去年と一昨年2年ぐらいかけて、そしたら本当封切ってないその封筒に5000円が入ってたんですよ、でそこには写真も入ってて、それであの今よくコマーシャルとか出てる豊川悦司さんと白石正さんの写真が入ってて、母の日に母親が花をもらって、そのお礼でこれで、はい、何か買ってお礼をしてくれっていう5000円、そのまま、そうですか、去年ですよ、去年出てきた、ずっと私がだから30歳ぐらいのだから、30年以上前のものが出てきちゃって、それを去年渡しましたけどね、写真をっていう感じで時を超えて、そうだからもう忙しすぎて、そうです、ね、こう見てなかったのを今見ながら、それで父親はもう去年の5月の17日に亡くなっちゃったし、泣きながら見てるんで、でなんか父親の手紙を本に出したいっていう出版社の人がいたんですけど、はい、もう悲しくて今、なかなか出せないですね、それ読んで整理してますけど、ね、いや本当にお父様お母様の愛がね、こういうね渡辺恵里さんを育んだんだなっていうね気がしますね。そうですね。さて2つ目、渡辺恵里さんの自分語り、財布に13円。これ上京してきた時に、うん、なんか演劇の本とかをなんか高いのを買っちゃって、はい、それで札幌ラーメンを食べたまで覚えてるんですよ、はい、それで札幌ラーメンでお金を払ったら13円しかなかったんですよ、はい、はそれも月の頭に、月の頭に、いやだからもうどうしようってことで、でもお腹が空いちゃって、はい、それで当時パン屋さんでバイトしてたんで、1日パン2個食べもらえたんですけど、週に3日だったんですよ、はい、芝居の稽古とかあるから、それで本当お腹空いちゃって、それでおまわりさんに500円貸してくれって言ったんですよそしたら何に使うんだって言ったら、ひびさんカツ丼を食べたいんですって言ったらそんなことには貸せないって言われたんですよ、それでもう号泣しちゃって、っていうのはうちの母ちゃんが人に物をもらったりね、はい、こうお金借りたりしちゃいけないと、自分が貸したりあげるのはいいけど、絶対にそういうことはするなって、で困ったらおまわりさんのところに来なさいと、必ずおまわりさんを助けてくれるからって言われてたんで行ったのに、貸してくれなかったから、母ちゃんの話と違うって言いながら号泣しながら走りながら家に帰りましたねお母さんもちょっとほら物の例えっていうかそうなんです、他人から物借りるなよっていう、だってね本当に困ってて、それでもたいまさこが、パン屋さんの娘だったんですよ、それでお弁当パン持ってきて、これ食べますかってこう出してくれたのを、いや私は1ヶ月13円で暮らせるかどうか試してますから、いらないです結構ですって言ったんですもん、強がりで、そうだってほら物もらうなって言われてるから、本当にまっすぐですね、いいでしょう、この18歳19歳当時の渡辺恵里さんと茂田井雅子さんのねファンの応酬ですよ、だから茂田井は東京の人だから、いやお嬢さんですもんね、それですごい言葉も綺麗で、さようでございますかなんて言えんのよ、こっちも田舎もんだから、だが根津しか言えないから1年間誰とも口聞いてませんでしたもん、いや東京弁を喋るのが嫌で恥ずかしくて、そうです、コンプレックスがあって、なんとかしちゃったとか絶対言いたくなくて、1年間ですよ誰とも口聞かなかったんですよ本当に、いや舞台芸術学院池袋ですね当時はね、今もそうです、今もそうです、今も同じところにあって、
で区画整理でちょっとあの場所が変わってるように思うけども、前のところで違う建物が新しくなって、私たちがもういた頃は本当ボロっとした建物でしたけど、今新しいちゃんとビルになってますね。ねえ、いやでもその時でも志折らず、高い理想で、そして23、劇団作ったのが、そうです、23です、23ですよ。すごいですね。ねえ、なんか本当年取っちゃったのかな、68だもんね。だから昨日のことのように思いますけどね。エリさんは本当にあの年齢関係なく青春真っ只中っていうのを本当字で言って、これも前聞いて驚いたんですけど、ショーウィンドウとかに自分の姿が映ると一瞬誰か分かんなく、自分はやっぱり15歳ぐらいだと思ってるから、うん、15ったらやっぱ18でしょ。18大した変わんないです。自分のことやっぱり子供と大人ぐらい違います、3年じゃ。18歳の時のやっぱり気持ちでずっと今も演劇やってるから、そのデパートとかのショーウィンドウに自分の姿が映った時に一瞬こうキョトンとしちゃうっていう、ギョッとしますよ、うん、どこのおばさんだと思ったら自分ですもんね。そうです、みんなそう思ったことないですか、どうです。まあ、でも結構ね、思うけど結構受け入れますけど、やっぱりね3ヶ月ごとぐらいに受け入れてるんですよみんな。うん、なんで受け入れられないんだろうな、私はもう、いちいち驚きますよ、鏡見てもいちいち驚きますよ。えって言って、ってそう、誰なんだなんて。だから、あれです、ほら、白内障の手術したって言ってるでしょ、はい、そこでびっくりしましたから、まず自分の首とか見て、はい、あ、とうとう首を絞められたかと思ったんですよ、私、あ、絞められた後かと思ったら、シワだったんです。本当に、あ、これ3番目、そう、渡辺恵里の自分語り、おしまいは見たくないものが見える、これこのことですね。そう、それで本当さっきも言ったんですけど、テレビがね、映りが悪くなった、あの東京のテレビも山形のテレビも、はい、2台買い替える、これは散財だなと思ってたら、うん、ものすごく綺麗でしたから画像が。 それで同級生と友達がびっくり、シワとかシミとかびっくりしちゃって、その本人だと思わないわけ、見えて、うん、あと鏡で自分のここにシミがあって椅子から落ちちゃったもん、びっくりした。だって首絞められたかと思ったらシワですよ。だからそれが気になっちゃって、テレビとかなんか見てもその同年代の人の首を見るようになっちゃったの。ちょっと首はね結構ね出るって言いますね。出るね。で、あ、みんなそんなことになってたのかと思ってもびっくりしましたよ。ちょっとおっしゃいますけど、お綺麗ですよ、本当に本当にお綺麗です。18歳の頃に気持ちを戻してもらいたいと思います。澤田健二さんで時をお聞きください。改めまして、今日は日曜天国、渡辺恵里さんをお迎えしています。渡辺恵里さん演出、上演台本出演の舞台、ガラスの動物園消えなさいローラが11月4日土曜日から21日火曜日まで紀伊国屋ホールで上演されます。出演は尾上松也さん、吉岡里帆さん、和田拓磨さん。これは1944年にシカゴで初演されて以来世界中で上演されている名作ガラスの動物園とその後日談を描く消えなさいローラの連続公演を渡辺さんが手掛けます。チケットは各種プレイガイドから現在一般販売中です。昨日だ、昨日一般前。あ、そうですか。テネシー・ウィリアムズの戯曲ですけど、これ日本で年に1本しかできないんです。年に1本しかやっちゃダメっていう決まりがあるんですよね。審査があって、そのテネシー・ウィリアムズ財団が決めるんですね、はい、こういろんなこう討議して、それで1本どこかでやったらもう次に頼んだところはもうできないっていう、昔からそうやってやってるんですよ。もう50年、もう何十年も前から。へー、だから今まで2回やろうとしてできなかったんですよ、はい、あ、もう他の人が手挙げてるから、他でもう決まったよっていうことで、もう本当にがっくりしてましたけど。でこれを高校生当時の渡辺恵里さんが山形で見て、いつかやりたいと思ってた。そうです、あのこれでもう、あのもうし東京行って演劇をやるんだって意思を固めたのが、この文学座のガラスの動物園を見てなったんです、それも県民ホールで見て、はい、で長岡照子さんが演出とアマンダで、寺田道江さんのローラ、はい、江守徹さんのトム、はい、高橋悦司さんのジムだったんですよ。すっごく良くて、はい、もう椅子から立ち上がれなくなるぐらい号泣しましたね。でしかも当時女性の演出家っていうの少なくて、渡辺裕子さんぐらいしかいなかったんですよ、あと
あの人、あの人の奥さんのほら宮崎京子さんでしたっけとかしかいなくて、うん、でその演出をしてアマンダをやってて、長岡照子さんが、それですごくユーモアのある笑えるガラスの動物園だったんですよ。それでアマンダの役って太った人がやるのは全世界で2人目なんですよ。長岡照子さんが1人目、私が2人目っていうのは、トガキに華奢で痩せているっていうトガキがあるんですよ。ただユーモアがあって可愛らしいっていうのもあるんですよ、ユーモアがある。いいじゃないですか。だけど華奢って書いてあるから、うんうん、痩せた人しかやったことない今まで。だから歴代全世界で2人目です。太ったアマンダ。山形の高校生の時にもうそれ見て心震えて、で長岡照子さんの楽屋まで、そうなんですよ、隣の演劇クラブの遠藤より子さんと一緒に行ったんですよ、はい、アポなしで。で昔ですからアポなしでも入れたんですね。それで行ったらその江守徹さんが、はい、片付けてるんですよ、うん、それでこうボテに入れてトラックに道具を運んでて、うんうんうん、せわしなく動いてさ、で高橋悦司さんはほうきで楽屋を入ってるんですよ、うん、それがかっこよくて、うん、私もこうなりたいと。今演技をしてたら、うん、もう次にスタッフの仕事をして、はい、してる、こういう風になる、なるんだっていう夢で、劇団で同じことやってますからね、はい、それでその中岡さんの部屋はどこですかって、はい、遠藤先輩が、はい、その高橋さんに聞いたらこちらですって案内してくれてって言ったら、長岡さんがメイクを落としてて、寺田道江さんとそれで質問しながら八葉館っていう宿屋までついてきましたから、質問しながらずっと徒歩で、徒歩でだからずっと そのなんか楽屋で30分いて、それでも足りなくて、だから1時間ぐらいずっとくっついて、でいろんな質問して、で長岡さんがそれは丁寧に全部お答えくださって、全部で、そうなんです。その後おしんですれ違って、うん、でも一緒に出て、その後懐かしい春が来たってフジテレビの正月のドラマで一緒だったんですよ、はい、で その時から親しくなって、もうずっと亡くなるまで三十丸の私の芝居ずっと見に来てくれました。そうですか。で当時山形公演した時に、楽屋まで聞きに行った高校生って私なんですよって言いました、聞いたら、悪いけど覚えてないって言うんですよ。でどうしてったら毎日そういう高校生が来てたんだ。じゃあもう全国のどこの会館に行っても制服着て、必ずそういう時代だったので、演劇に燃えている女子高生たちなんか、だからもう何人とも会って何人もやってるから、その覚えてないですって言われましたね。そうです。逆にそれはまたそれで嬉しい話ですね。全国の自分と同じような女性演劇人がきっと心に火をつけたんだなと、だから後でその自分が県民ホールでやるときに、その同じ長岡さんと同じ楽屋にいるときに、あの時本当に芝居やりたいっていう気持ちに反するようなことはできないって、またこうなんか挫折しそうになると、あの時を思い出して乗り越えてきましたね。それでいつかやりたいという夢が52年ぶりに叶うっていう。今回は11月23日にふるさと山形公演もありますね。そうなんです、もう完売ですね、完売ほとんど、11月23日なのに、宣伝しすぎちゃってちょっと早いのに、ね、もうチケット売れちゃって、友達とかにも言いすぎて、もうみんな買ってくれちゃって、いいじゃないですか。もしかしたら高校生が楽屋に訪ねてくるかもしれないですよ。そうです、まあ、今の高校生どうですかね。いや今の、ね、人たちはいろいろ情報あるし、ありますからね、ネットで調べられるし、でも会いたいです。やっぱり若い人たちと触れる機会があまりないんで、うん、今自分が、ね、年取ってきたんで、だからそういう若い演劇人、生の演劇が面白いんだってことをやっぱりね、今コロナがあったから、学校公演もなくなっちゃったんですよ、ずっと。だから生のものにやっぱり触れていただきたいですね。11月4日から21日まで東京紀伊国屋ホールでガラスの動物園、はい、そしてその後日談消えなさいローラ、これは2つ続けて休憩挟んで、そうです、休憩15分ぐらい入れて、はい、で別役さんの、うん、その本当別役さんも唐さんも清水邦夫さんもみんなガラスの動物園に影響を受けて、はい、でその続きを書いちゃったとか面白いんですけど、うん、これがミステリーになってるんですけど、はい、それでその消えなさいローラのローラ役を私がやる回と、それから吉岡里帆さんがやる回と、和田拓磨さんがやる回があるんですよ。で探偵の役は全部同じ尾上松也さんがやるんですね。トリプルキャストで女性の役なのに和田さんがやったりと。そうです、これをちょっと演出を変えます。そうですか。あのコロナ禍で尾上松也さんと消えなさいローラだけやったんですよ。でその時にガラスの動物園もやりたいねって話になって、それでその夢が実現するので、
そして思い語ってる一方でそのガラスの動物園まだ書き切ってないんですよね。そうそうそう本当そう8月いっぱいに全部書くはずがいろいろ今もうあのいっぱい翻訳があるじゃないですか。わかりますよ、でそれ5冊ぐらい読んで、原作の英語のできない私が原作の英語まで全部見ながら一番いいのは何かとか思いながら、まあ、田島ひろしさんの役なんですね、はい、それは別役さんが田島ひろしさんの役で書いてるので田島さんにして、それで昔の翻訳ですからちょいとお前さんみたいなね、言葉が古いからそういうやつを全部変えて今の現代語に直しつつ分かりやすくまとめてるんですよ。ちょっと短くしたり、あとあほらフランコ将軍とか言っても分かります、ゲルニカの絨毯爆弾のあった翌日にジムが来るんですよ。それが分かるようにちょっと書き加えようと思うんですよ。そのどういう時代で戦争が始まる2年前の最初に第二次世界大戦ってナチスドイツとほらフランコ将軍が組んだゲルニカの絨毯爆弾から始まってるでしょ、そこが分からないと分からないんです、そのこれから戦争になるよってそういう空気感を出したいのでそういうのを書き足してるんですね。では家に帰ってその作業を続けてくださいお忙しい中本当にありがとうございます。今日はゲストに渡辺恵里さんをお迎えしました。本当にどうもありがとうございました。嬉しかったです、楽しかったです、はい、ありがとうございます。安住紳一郎の日曜天国、人生は山あり谷ありモハメドあり、今週もなんとか乗り切りましょう。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 静岡市の空飛ぶタータンさん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどメールでカメラを覗いて測量しているスカウトさんのメールが読まれていましたがその作業をしている土地家屋調査士のものです。あ、交通量の多い場所で作業することも多く、安全のために蛍光色のベストを着用するので確かに通行する方がこちらを意識しながら通っていくことが多いです。緊張させてすみませんって思っています。土地家屋調査士という職名が長く、調査士と略すことも多々あり、懸命に何かをレンズで覗いているので探偵みたいな仕事ですかと勘違いされる時もありますが、地物っていうのかな、土地の地、地物、建物しか覗いていないので安心していただければと思います。そうだよね、ありがとうございます。野田市のガンマ 2000GTP さん、61歳男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオから女性アナウンサーの声でパンプキン詐欺にご注意くださいとアナウンスがありました。パンプキン詐欺、最近はいろんな詐欺が増えてるからな、小豆相場みたいにかぼちゃの相場を使った詐欺なのかななどとぼーっと考えていましたが、よくよく聞くとパンプキン詐欺にご注意をと言っていました。多分かなり自分が疲れているのだと思います。そうだよね、漢字で見ないと分かんないよね、パンプキン、戻ってくるお金ね、パンプキン、パンプキン詐欺。確かに面白い、確かにいろんな詐欺があるからさなんて、ね、八王子市のニッチモサッチモさん、43歳男性の方ありがとうございます。そうめんのブランドイボの糸ありますよ ね、 ありますね。かつてそれを私はソンポの糸だと思っていました。損害保険会社が作っているとは多角的な経営をしているなと思ったものです。そう、イボの糸は難しいね。そうだ ね、 うね、漢字ちょっと書けないけど、損保の糸にね、高く大阪府吹田市、一番好きな果物は柿さん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の勘違いはシャレ神戸です。仕事でよくお世話になっているデザイナーさんが神戸の方で、さすがシャレ神戸ですね神戸の人はおしゃれですよね、よさすがというよいしょ精神で使っていたのですが、最近上司にねえねえそれわざと言ってるの、本当の意味知ってると聞かれ、調べてみてびっくりしました。シャレ神戸って骸骨のことだったんですね。確かにそのデザイナーさんは少し反応に困っているような感じだったのですが、褒められて照れているだけだと私は思っていました。ちなみに私は双子なのですが、双子の妹もシャレ神戸はおしゃれな神戸のことだと思っていたと言っていました。二人揃ってどこで間違ったんでしょうか、恥ずかしいです。シャレ神戸ね、あんま最近使わないから、まあおしゃれと神戸ですぐ結びつくから、あ神戸のおしゃれ、あさすが神戸の生まれの方でハイセンスですねみたいな、ハイカラですねみたいな、シャレ神戸
シャレ光栄ですねさこれはグッと参ったな。さすが神戸、シャレ神戸っていう怒られる神戸の人にねえ、あれをほらあれだよね、雨風にさらされて神戸で骸骨になるっていう、だから結構ね言葉的には強い言葉だもんね。ドキッとする言葉ですけど、骸骨なんて港区の島子さん、女性の方ありがとうございます。私は歯科衛生士です。毎日クリーニングを担当します。3ヶ月に一度お見えになる男性の患者さんが、どの歯かよくわからないんだけど食事してたら歯が欠けてしまったみたい、これ欠けた歯一応持ってきましたと、欠けた歯が入っている封筒を渡されました、はい、早速口の中を拝見しエアーをかけながら確認をしました。どこにも欠けた形跡がないな、先生にもチェックしてもらうかと心の中で思いつつ、はい、うがいしてくださいと椅子を起こしました、はい、そして改めて封筒に入った歯をピンセットでつまみ、ピンセットの裏側でトントンと叩くと、それはおせんべいのかけらだったのです欠けてる歯はないと患者さんに伝え、お持ちになったものを一緒に見ていただき、おせんべいでよかったですねと言って、その患者さんはおせんべいを食べ、2人で大笑いしてしまいました面白い、面白い、ね、面白いな、ちょっとね一瞬ね、あらっと思うもんね、うん、そうですね、やっちゃったと思って、やっちゃったと思ってね、うん、世田谷区の秋さん、29歳女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。こんにゃくについてです。幼い頃から母はこんにゃくはお腹を掃除してくれるのよと言っていました、はい、なるほど、こんにゃくはツルツルしていて拭き掃除をしてくれそうだ、掃除してくれるからには食事の最後に食べ、食道や胃をきれいにしてもらおうと思いどんな食事でもこんにゃくは最後に食べていましたですがみんなは気にせず食事の途中にこんにゃくを食べていて、本当にもったいないなと思っていました。そのうちお腹を掃除してくれるというのは食物繊維のことを言っているのかと思いました。母にそれを尋ねると、そうよと盛大に勘違いしていたことに気づき、とても恥ずかしくなりました。飲み込む時にはまんべんなくきれいに拭き掃除ができるように体を少し傾けたりして角度を変えながらこんにゃくを食べていたのが本当にバカバカしいです。長くこの癖でこんにゃくを食べていたので、いまだに食事の途中でこんにゃくを食べるのは少しためらってしまいますあら、本当に物理的にこう食道とかの表面をこうずーっとねこう落ちていくときにこう何かこう、うん、モップのようにかき出してくれるというふうに、まあそういう効果もあるのかもしれないけど、いやーね、29歳ということですからね、まだ間に合います安住紳一郎の日曜天国、サザエさん一家で一番買い物をするのは誰？ワカメは海藻。 TBS ラジオ905-954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。1995年、平成7年発売、安室奈美恵さん、太陽のシーズンに乗せて、今日の当選者の発表です。江戸造り醤油現場蔵、当選者は群馬県渋川市の流れ牛さん、茨城県水戸市のルークさん、栃木県那須烏山市のバンブーさん、埼玉県埼玉市もちこさん、東京都です、港区の小麦子ちゃん、多摩市のまゆみさん、神奈川県小田原市の魔法のランプさん、千葉県船橋市アイムミニさん、新潟市の文幸さん、宇部市のトコトコ歩くさん、10人の方当選おめでとうございます。続いて日天オリジナルノートの当選者は、宇都宮市のおむすび小太郎さん、船橋市万事採用が豚さん、獅子座流星群さん、あんこちゃん、エルちゃん、それからカルピスセットの当選者は埼玉県の周一ママさん、兵庫県のうちの家族は世界一さん、そしてむつママさんです。おめでとうございます。さて今日この後、関東地方では低気圧の影響で雨になる予報になっています。雷もね、はい、ありそうだということです。そして来週は1週間どうやら雨の予報ということですね。週明け少しね気がめいるかもしれませんが、元気出していきましょう、はい、さて現場グラですけども、10人の方、多分週明け12日ぐらいにはご自宅に届くんじゃないかなと思います。去年ね当選された方もお礼が来ていますし、いやいやもう今年からは自分で予約しましたという方もねたくさんいらっしゃると思います。どうぞひげた醤油の気合の入ったお醤油お楽しみいただきたいと思います。
それでは今日はこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。9月10日のゲストは日曜劇場 VIVANT に出演中、俳優堺雅人さんです。メッセージテーマは最近頑張りました。皆さんからのお便りお待ちしています。